お知らせ来ましたね。おっと、放送、公式生放送多いな。月に1回ぐらいのペースなのかな。さて、片尾ジャックが、出てきてますが、放牧から戻したいと思います。ベスト体重が482キロだったよな。もう2キロ増やして、戻したいです。WBC に出すことができます。WBC に出していいとは思います。出してみましょう。三段チョコケーキか。力をつけたいですね。おっと、調子回復をする必要がある。おっと、こういう場合、出走できないんだ。キングジョージってまだ取ってないのか。もう気になるんだが。さ、翌日になりましたね。あっという間に一発ドリンク。さてですね、この今片尾ジャックの父親片野サニブラどんな感じなんですかね。大根ですね。大根の代わりになるのはこの高級グレープフルーツ。もう一層、もう一周働かせて、それでレースに出したいと思います。人参代わりの高級バーマーで WBC ですね。中距離ということなのでマイルか2000なんですけど、中距離って具体的に距離ってなんだろう。まあ普通にオーソドックスに言えば2000のレースに出すのが良さそうですね。まあ元も遠征の結果が出るまで27分もかかってしまいましたので、
この後、プレイしたいと思います。では一旦ここで失礼いたします。WBC の結果が出たようです。完成したいと思います。一番人気じゃなかったですか。一番人気は2番オアシスマリーアリーエリー、なんだこれ。印もですね、20丸が3つ、違います、3つ取ってますね。あとハッスルフレアというのもプレイヤー場で、こちら G1 3連勝です。調子いいですね。でこちらは肩のジャックは、肩のジャックは皐月賞ダービー2冠馬、実績は右翼ということで、武豊が乗ってくれましたし、なんとか取りたいですね。母マルペンサ、WBC クラシックスタートです。ロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはどのまでやりましょうか。ゲートが開いた。スタートはそんな、そんなに良くはなかったか。何が行くのか。先手を取ったのは9番アワポエティックスプリンス、その外最高峰なんですよね。内から1頭アルブラブ、それからドアイオアシスなんたらかんたらは、カタオジャックは比較的前行ってます。7番手ですね。最高峰です。あと2200。9番アワポエティックスプリンス大きくリード、そしてその後ろから12番エズート、ハッスルフレアも後ろから3番手ですね。展開はちょっと早いぐらいかな。さあ、金をなれ。ならないか。上がっていきました。さあ、いよいよ最後の直線。栄冠を手にするのはどの馬か。さあこれ鋭く伸びてきました。さあでもオアシスがもう伸びてきている、すごい鋭い足だ。これはかわされそう。いやー強かったオアシス、先に抜け出したんですけどね、ナブマもなくかわしていきました。さすがにちょっとまだWBC 連続出すのは早いかって思います。そうですね、焦らず勝利を取って、厩舎レベルを上げる、これがいいかもしれない。おっと、ダイワスカーレット復刻ガチャがありますね。これがお試し版として1回で1個しか使用しないんで、これは引いときましょう。
こういう安い時取るといいですね。モノポライザーですね。そしてさあ、スタミナドリンクをプレゼントされます。そう、ダイワスカーレットとウォッカの秋の手直しを見たんですよ。すごかったですね。特にダイワスカーレット完全にかわされたと思ったらまた巻き返して、それが2008年、もう10年前なんですよね。当選ら、いい馬が出てこない、残念。当選ラン2投目です。分析をプレゼント。これはまあベスト体重が482キロというわけです。なのでコマちゃんって誰だったっけな。おっと、フレンドリストでフレンドのシミュレース予想重視を見ることができるよ。そう、サツキ賞があるんですよね。サツキ賞を見てみたいなと。ラッキーバヌシ、今フレンドが29人います。予想は、予想してる人は、ここを予想してる人の一覧を出してくれるといいなと思うんですけど、はい、よければまだ枠空いてるので、友達になりませんか。ご覧の通りこの ID です。SSR クラスの馬、UR クラスの馬と交換してもらえるみたいですね。ちょっと電動馬も見てみましょう。片尾サニブラダエントリーしている。
3回戦までだったか、残念。サニブラでもきつい、きついんだろうな。よくドムにハマるな、秘書は。追い込みは好きなんですか。だね、追い込み場は展開に左右されるからな。まあさっきのイギリスみたいな、イギリスロンドンみたいなコースのレースだったら追い込みでもそんな不利はないかなと。直線なんで。ただやっぱり仲間みたいにカーブがあって小回りのコースっていうのは、追い込みは不利ですよね。シミレース見てみますか。シミレースの予想だけしてみましょう。っていうか、よく分かってないですが、このワグネリアンが一番人気なのか、ステルビオ、北のコマンドール、
か。中山だからな、意外な結果が起こるかもしれない。サンリバルとか全然人気ないんだ今。まあちょっと守備練習を、守備練習じゃないか、観戦してみましょう。皐月賞直前ということで、シミュレーション。すべての三歳馬は夢見るクラシック三冠。16頭ありますね。そうか、これは18頭出れるようになってるのか。おっと、マイネルファルコンがファンロンか、出遅れたぞ。これやっぱり中山なんで小回りっていうのはポイントなんですよね。それなりに前行けてないと。北斗ヘリオスっていうのがいたけど、こっちのヘリオスも追い込み場ですよね。ジャンダルムはあれですね。さあ、なんだ、ワグネリアンだ。こう簡単にまくれればいいんですけどね。さあ、そう簡単にいくかな。で、3着が大激戦という。なるほど、人気通りの結果ってことですよね。こういうことか。あ、このためにゴールドを使うんだ。はい。というわけで、多分人気通りの印かと思います。はい、ではスターホースポケットここまでとなります。チャンネル登録を、ぜひしてほしいなと思っております。ご協力よろしくお願いいたします。ブログやツイッターやっております。アドレス欄に、アドレス欄説明欄にアドレスを記載しておりますので、よろしければ見てください。また関連動画、関連動画プレイリストも最後20秒で流しますので、もしお時間ありましたらそちらもアクセスしていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。